Gargo! You alright? Gargo! This one is very old. どうやらここは、感染者の、研究施設のようですね。このタンカーのやつも、ここで長年、閉じ込められて、観察されていたようです。しかし、長年閉じ込められていた場所に帰ってくるのは、どういうことなんだ？やっぱあれか？長年いた場所だから、愛着が湧くのかな？住めば都、なんていうもんな、長期受刑者も、出所後は、刑務所が恋しくなる、なんて話はよく聞くもんね。で、問題はここからです。この後、爆裂スピアを撃ってくるのですが、それは誘爆だけで即死の、とんでもないチート攻撃です。スピアを撃つ前に、必ず姿を、現すので、そのタイミングでシールドを、貼れば、奴は自爆します。オケです。これで勝ったも同然。足をバタバタ動かすんじゃないな、ほら。じっとしてるよ。絶対が。いい一日をな。クローキング能力を手に入れました。説明いる？クローク起動。Can you walk? I lost my pipe.Wait! This injection! I need to tell you! Go! Run! I've been waiting for this. That's enough. If it's the last thing I do... Are you so sure? I think now is the time to show you. I think you've changed enough to understand. Here is my throat, begging to be cut.Yes! Now you will open your mind!
birthed for the same purpose, dangled by the same strings. You should know, I had the same injections, the same psychosis. They primed us, waiting for the day this would happen. What did you do? Yargo. Such a waste. You could have been so much. Hayden! Hayden! What happened? They left you for dead. I laced your booster with Enferon, but I think I flushed it out. You poisoned me? I tried to warn you. No one has cure for this. And the state you're in, well, I think it's exactly what the E-Day wanted. I spiked the booster shot because I figured you turned out like Messner. He had same shots, the same infection. Yeah, we're two peas in a pod. No. It's different for you. You have changed. You are... It's out there. What? What is? Messner's armored thing? Let it come. I can't stop it. But you can. I've been monitoring this place. Remember that suit? I think this is where he got his. You are in Vosro. He is opening the cages. I'll take care of him. Where's the suit? The sub-basement. But it's well guarded. Automatic defenses. I'll have to open the airlocks from the security station. Okay. Don't head there until I've drawn them off. メズナーもヘイデンも、組織に騙され、モルモット代わりにされたんですね。それはメズナーが裏切るのも当然です。うざなぞ、メカだで、メズナーは、この研究施設で自ら実験体に志願し、同時に、研究員として、テクノサイトの研究に没頭していたようです。そして、メズナーは、テレパシーによる精神攻撃の、能力を身につけ、それを利用して軍の幹部にのし上がったようです。さらに、進化した感染者たちこそが、新しい世界の支配者になるべきだ、という考えが芽生えたようです。おそらく、今回のパンデミックも、メズナーの仕業でしょう。どいつもこいつも狂ってやがる！ここは階段の手前が、セーブポイントなんで、さっさとそこまで進んだ方がいいでしょう。機銃は無視しません。精神攻撃、で、ふと、ある映画を、思い出しました。デビッド・クローネンバーグ監督の、スキャナーズ、です。精神攻撃により、人間の、頭が吹っ飛ぶシーンは有名です。この映画は、後にいろんな映画、ドラマ、漫画などに影響を、与えた名作です。自由に相手の心を読める、精神攻撃が、できる、一見便利な能力ですが、その能力を持ったスキャナーズは、
みんな、似たような苦しみを抱えながら生きることになります。主人公のベイルは、絶えず人の心の声が、聞こえるため、社会生活が遅れず、孤独なホームレスとして生きるしかありませんでした。ベイルの双子の兄弟レボックも、精神に異常を、しかし、自らの眉間にドリルで、穴を開けた経験があります。ここら辺の超能力者の苦悩、が、個人的には興味深い部分です。もし、あなたの周りに、人の、心が読める人間、がいたら、あなたはその人に、近づきたいですか？逆に、あなたが人の心を、読める能力を持っていたら、まともな精神でいられる自信がありますか？よく、あいつは何を考えているかわからない、とか、何でも正直に腹を割って話せる親友が欲しい、とかいうやついるけど、実に薄っぺらいね。人は本心を隠して建前で生きるからこそ、人間関係が成り立つんだよ。本当に言いたいことを、ありのままに、話してたら、確実にその人間関係は破綻する。上辺だけの付き合い、なんて言うと、ネガティブな響きだけど、人間関係は、それでちょうどいい、と僕は思う。何も相手の本心を無理に、知る必要はないし、こちらも伝える必要はない。建前の綺麗な部分だけを見とけばいいのさ。でないと、メズナーやレボックみたいに、凶暴化して、人類全体を、盗むようになっちゃうかもよ。お前すっげえ気持ち悪いな。だろ、親に感謝しなくちゃな。ああ、またクソみたいにつまらん話を、してもうたがな。でも、言いたいこと言ったから、少しすっきりんこ。気持ちよかったんだね。うん、よかった。じゃあ、死のうか。なんでだよ。この音声ログの研究員も、メズナーに感染させられて、自殺したようです。今から一瞬だけ、あなたたちは、僕の、本心を、読み取ることができます。おっと危ねえ、タレットがある。クローク起動。ちなみに、このショットガンの、攻撃種は、買う必要ないです。相談数が多い、意外にメリットはありません。しかも、今使っているストライカー、より威力が弱いです。結局、いくらお金を集めても、アップグレードや商品の数が少ない、弾薬も買えないので、お買い物の楽しみがないんです、このゲーム。そこら辺も残念な部分だ。せめて、近所にうまいラーメン屋の屋台が来てれば、嬉しいんだけどな、夜行くんだけどな、腕に冷たいビールも飲みたいな。じゃけん夜行きましょうね。お金があっても買うものがない、なんて、社会主義国家を、思い出すけどさ。今の日本は、商品は腐るほどあるのに、一般市民は、増税と、安月給で何も買えない。って社会だよね、どっちもどっちだな。死ぬ。
You should have cut and run when you had the chance. Do you think they'll just let you walk after this? That you'll just go free? No, but I thought maybe I could give you that chance. You don't understand how deep I'm into this. There's no going back. You don't want to do this. Mesner isn't in this for money. A lot of people are gonna die. Since when did you care about anybody but yourself? I don't know. I just know my whole life, I never seemed to do the right thing. You can't stop this, even if you think it is the right thing to do. I'm going to take Yargo now, and when that vault opens, none of this will matter. Look at me. Goodbye. マキシマムアーマー。スーツを手に入れたんですが、ゲーム内容にはほとんど違いはありません。完全ではないにしろ、メズナーの精神攻撃や、エンフェロンガスのダメージを、カットしてくれるようです。すごい兄貴。組織はメズナーがお金のために研究をしていると思っていたのですが、彼の最終目的は全人類を感染者にすることです。そのために
サッコさんこの核エネルギーを使って、謎の巨大装置を、動かすつもりらしいです。その装置が何なのかは不明ですが、それが動けば、大勢の命が犠牲になる、それだけは確かです。ヘイデンの仕事は暗殺です。もともと冷徹な性格で、任務のためなら人の命などどうでもいい。誰が死のうが関係ない。そう思っていた彼は、一体なぜ、他人のために命を、かける覚悟をしたのでしょうか？かっこいいやな。